皆さんこんにちは、ナイスチャです。今回の動画はインタビュー動画になりますが、で今日のゲストはなんと秋田に住んでいるあやさんです。皆さんこんにちは、あやと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。あやさんは、どこの出身ですか？アメリカのバージニア州出身です。聞いたことありますか？行ったことないですそうなんですか、はい、アメリカの、北の方とか、あるいは南とか、なんて言うといいかな、あの南の方なんですが、あの南の一番北の方、なんですが、すごくワシントン DC の近くにあります。なるほど、じゃあ、雪とかも降ったりします？あんまり昔は降ったんだけど、でも最近はあまり降ってないですね。アメリカも少しずつ暖かくなってますね。日本も、ね、そうですねなるほど、じゃあ日本に、来てもうどのくらい経ってますか？今まではあの去年の8月から、いや去年じゃないですよね、あの22年からあの秋田に住んでいますので、1年半くらい、秋田に住んでいます。はい、なるほど、ちなみに、なんで秋田かは聞いてもいいんですか？いいですね、いいですよ。多分なんかこのプログラム、ジェットプログラムというあのプログラムで、あの一番行きたいところの選択ができますが、あの私も一番あの配属したいところは青森かあの北海道で変えたんだけど、あの秋田にすることにしたんだけど、だからあの秋田に住んでいます、でも、自分の選択肢としても、なんか青森とか北海道とか、なんか、あまり なんだろう、普通の選択じゃないかなって思います。なんか多くの、まあ個人的なイメージなんですけど、僕の外国人にはなんかやっぱり大阪とか東京とか目指してるんですけど、なんで青森とか北海道にしたんですか？実はね、あの2人の理由がありますが、あの1つ目のはあの2019年から2020年までに東京の早稲田大学に留学したんだから、あのもうなんか大きい都市に住んだことがあったので、もっと田舎の方に住みたいと思ったんだから、あのその方にしたいと思ったの結果で、あの秋田とか青森にあの選択があったんだけど、あの2つの理由はあの多分みんなは大阪とか東京に住みたいんだから、あの他のなんか田舎 の, あのところに選択したら なんて言えばいいかな、あのもっとあのなんかこのプログラムにあの入れる可能性が上がると思ったんだから、なのであのそういうところを選択しました。なるほどです、秋田じゃ、あの秋田での生活はどうですか？すごくあの気に入りますああ、よかったです、秋田大好きです、あの東京も楽しかったんだけど、でもあの多分秋田 の, あの秋田の人々とか、あの秋田 の, あの景色とかのおかげで、あのすごく秋田のことが大好きですなるほど、なんか、まあ、確かにあやさん の, あのインスタグラムのストーリーズであの秋田の景色、雪を見たんですけど、とっても綺麗でした。そうですね、雪は今はすごくあのこの辺はあんまり降ってないけど、あの今住んでるところはあの海の近くに住んでいるから、あの海の風のおかげであんまり降ってないけど、でも1時間ぐらいあのなんていうか岩手までにあの運転したらすごくあの山の方で雪が多いので、あのその辺にはすごくあのスキーとかあのそういうものがありますので、なるほど、私は秋田にまで行ったことないので、あ、そうですね、はい、いつか行ってみたいです。こうやってねあのなんだろう、褒めていただいてるんだったらなんかぜひ行ってみたいです、来てくださいじゃあ、日本語についても聞きたいと思うんですけど、日本語はとても上手で、日本に来るまで、アメリカでも勉強したんですか？
そうですね、今は24歳なので、多分14歳から多分10年ぐらい日本語を勉強したんだけど、でも大学の前に、つまりその初めての4年間ぐらいは自分で勉強したんだから、あんまりなんかなんていうか、プロフェッショナル日本語の授業は最初になかったので、自分で教科書とかフラッシュカードを使って、その後に大学に入って、大学で言語学と日本語で専攻したんだから、その後に日本に来て、そうですね、10年間くらい日本語を勉強しています。なるほど、うん、結構前からですねちなみになぜ日本語に興味が湧いてきましたか、うん、14歳の時なんですね、その前にも7歳ぐらいの時にちょっとなんか不思議な話なんだけど、でもお父さんが会議があった時に私を連れてきて、空いてる会議室に、なんかなんていうか、テレビをつけてもらって、そのテレビの上に千と千尋の神隠しがあったので、すごくなんかこれは何だろうと思ったんだから、でも7歳の時なんだからちょっと怖かったと思ったんだけどでもその後にすごくアニメに興味を持ってて、でも12歳ぐらいにアニメはそんなに興味がちょっとなくなったんだけど、でもまだ日本にすごい興味があったんだから、日本語を勉強したいと思ったので、日本語を勉強してきました。なるほど、今もアニメを見たりしてます？あまり見てないけどでも時々ドラマとか見てます。その子供の時になんか一番好きなアニメは何だったか覚えてますか？なんだろう、すごいジブリの映画が好きだったけど、他になんか少女とか少女漫画とか少女アニメとかすごく好きだったんだけど、じゃあどっちかというと、アニメの影響で、日本語と日本に興味を持って、で日本大学で日本語を勉強し始めて、で結局留学にも行きましたね。そうです、そういうことです。はい、なるほど。じゃあ日本に、来るまで、なんかいろいろアニメとかドラマとか見たと思うんですけど、なんかどういうイメージがありました？そうですね、多分日本に来る前に、なんか日本はすごく可愛いところ、なんか可愛いものがいっぱいあって、そういうイメージがありましたよね。それですごく綺麗で、あんまりゴミとかがないのイメージもあるし、なんていうか、あとは日本人はすごく親切と思ったんだし、あとは、そう、寿司とかそういう日本食のイメージもありましたけど、そうですね、はい、初めて日本に来た時はすごく原宿に興味があったんだから、前のイメージはみんなはこういうファッションをつけると思ったんだけど、でもやっぱり日本に来たら全然そういうことじゃないと気づいたんだから、ちょっとびっくりしましたけど、そうなんですね、はい。なるほど、実は私も、みんなそういうファッションしてるのかなって思いました。だよね、でも意外とそうじゃなかった。日本に来てから、なんかその、持ってたイメージは変わらなかったんですよね、なんか今聞いたら、結構合ってましたねそうですね、でも日本人はみんなはすごく親切っていうイメージは合ってたんだけど、それで可愛いものもいっぱいあるよね。なんかアメリカに比べて、アメリカ の, ダイソーのような店に入ったら、そんなになんか可愛いものとかピンクなものは少ないんだからだからなんでアメリカは日本のようにこういう可愛いものを売ってないかと思ったんだから、そういうイメージがあってたんだけど、でもなんかアニメのような可愛さはそんなにないですよねキラキラとか、
確かにダイソーとか行くと、うん、めっちゃ可愛いものたくさんあるし、そして全部安いし、うん、まあ安いし100円だしですよね、うんうん、なんかダイソーは一つなんか一つの観光地になっていますね。うんうんうん、そうですね。ちなみに、うん、あの私はこの前あの、うん、アメリカのドラマを見たんですけど、うん、でそれびっくりしたのは、うん、なんかやっぱりアメリカでもその100円ショップみたいなところはありますよね。うん、あります、うんうん、それはあのドラマで見て、え、日本アメリカにもあるんだって。そうだよね、うん、うん、あるんだけど、でもなんかダイソーに行ったらすごくなんか質が高いものを買えるんだけど、でもなんかアメリカのドーラーストア、なんかそういう、うん、あのイメージがあるのはあんまりなんか質は高いものは買えないというイメージがあるのから、あのちょっと違いますよね、うん、でもあります、うん、じゃあ、日本に初めて来た時は、うん、そうですね、あの初めて日本に来たのはいつですか。あの2015年ということは15歳のところでした。なるほど、もう結構前なんですよね。そうですね、うん、え、15歳の時ってそれは、うん、どういうきっかけで来ました。あのお父さんはあの大学であの仕事をしていますので、あのその大学はあの東広島、うん、大学とあのなんていうかあの交換あのプログラムがあったんだから、あのお父さんはあのなんかなんていうかそのプログラムのためになんか写真を撮ってきたんだから、あの私はすごく日本が大好きだったから、あの連れてきてあのくれましたので、あの一緒に日本に来ました、うん、すごく嬉しかったです。お父さん優しい。優しいだよね。じゃあその時は、まあ、うん、旅行、うん、旅行でした。そうです、はい。なんかそれ面白い。じゃあ多分、うん、まあなんかあの子供の世界の見方とあの、うん、大人の世界の見方ちょっと違うんじゃないですか。ですよね、うん、その15歳の時に何か何にびっくりしました。何かびっくりしたことありましたか。そうだよね、あの多分一番なんていうかびっくりしたのは多分あの綺麗さかな。あのそうそういうイメージがあったんだけど、でも思ったよりあのすごい綺麗だと思ったんだから、うん、あの他にあの電車のに乗るときにあの日本人はあの寝てるけどでもなんかあの自分の駅が近づくとあの急に起きてあの降りるのはすごいと思ったんだから、あのそれは見たことはなかったので、あのそれはびっくりしました。確かにそういうあの日本人の方はそういう能力を持ってますね。そうですよね、うん、すごい。あとはあのホテルに泊まった時にあのホテルの朝ごはんもあのすごいと思っていました。あの例えばあのご飯とか味噌汁とか納豆とかいろんなあの食材があるのはすごかったと思ったんでした。あのアメリカでは普通にはあのシリアルとかあの卵とかパンは普通なんだけど、でも日本に来たらあの魚とかいろんなものを食べるのはすごいと思ったんです思いました、うん、なるほど、うんうん、もうアメリカのホテル行ったことないので。あ、そうなんですかね、うん、うん、でも気になり始めました。そう、なんか日本の朝ごはんの方はあの栄養バランスは良いと思います。確かになんかバイキングの方たちなんかいろんなものありますね、うんうんうん、魚も肉も、うん、かぼちゃとかいろんな、ね、うん、なるほど、うん、でじゃあ大人になってから、うん、まあもう一回なんか留学とか、うん、そうですよね、見てきたんですよね、うんうん、その時はもう大人の目で日本を見てなんか、うん、追加でなんかびっくりしたことありましたか。そうですよね、多分あの一番びっくりしたことはなんていうかあの東京に住んだからあんまりなんか周りの人におはようございますとあの言わないよね、知らない人にあの挨拶とかはあんまりしない。でもそれは多分なんか東京 の、 あのことかもしれないですよね。あの秋田に
見越したら、あの知らない人でもあのおはようございますとかこんばんはとかを言えるけど、でもあのすごくびっくりしました。なんか知らない人にあんまりあの声をかけないとはびっくりしました。うん、なんかアメリカの南の方ではみんなはすごくなんかなんていうか高価あの社交的で、あの他の知らない人にあの声をかけるのは多いので、あのそれにびっくりしました。うん、それはなんか普通の自分の家の近くになんか住んでいる近所さんになんか声をかける感じですか？うん、そうそう、それとあのスーパーとか買い物とかをしてるときにあの急になんかハロー、ナイスミッチとかは多いので、うんうん、それにびっくりしました。それは面白いですね。うん、で、うん、なんか東京はそうだったんだけど、でも秋田はみんなはみんなではないけど、でもなんかすごいなんか話したいあの方がいるので、うん、楽しいで す, です、ね、この前、まあ、ちょっとこの前じゃないけど、うん、数ヶ月前、うんうんうん、沖縄へ行ったんですけど、うん、沖縄で、まあ、なんか歩いてたら、まあ、ちょっと田舎の方に行って歩いてたら、うんうんうん、急になんか おじさん、うん、からなんかこんにちはと言われてですよねびっくりしました、まあ、東京はそれはないから、うん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 、でもなんかちょっと嬉しかった、ね、なんかあの、うん、自分で感じた、うん、その秋田と、うん、東京の差は他にありますか？そうなんですよね。あの前言ったのはあの秋田の人々はすごく温かくて、あのなんか話したい、なんか知らない人にもあの話すのはあの感じるけど、その後はなんていうか多分秋田弁あのはすごくありますよね。あのそれも多分あの東京からあの秋田に行ってのあのなんか違いは、うん、多分それはありますよね。あの秋田弁とかあの人々のあの温かい、もうすごく温かくて、あの知らない人にも話をかけるのはあの違って、あとには何だろうかな、多分なんかあの天気のせいで、うん、おかげでわかんないんだけど、でもあのすごくなんていうか、美味しいものもいっぱいあります。例えばなんか鍋とかあのきりたぽとか、秋田県 の, あのみんなたちはすごく食べ物とか食事はすごく大好きですそれは多分なんか全国のこと多分知らないんだけど、でも秋田県ではなんか汁とか鍋とかそういう温かいものはいっぱいありますよね。うん、それにもなんかそういう差もあると、なんかそうだよね、あの食べ物の差はいっぱいあります。うん、なるほど、それ聞いて、はい、秋田行きたくなりましたそうですよね、うん、じゃあ最後の質問なんですけど、うん、日本で一番感動したことが、うん、なんかありますか？そうなんですね。多分今は先生、英語の先生なんだから、うん、一番感動したことは多分なんか生徒たちのおかげなので、例えばなんか絵を描いてくれたりとか、なんか学校じゃないところでも先生こんにちはとかを言ってくれるとか、それは一番感動したんだけど、うん、うん、その後になんか景色のこともすごい感動したんだけど、例えば秋田県の大川のところで雲昌寺というアジサイはいっぱいある の寺なんだけど、なんかアジサイの海みたいなんだから、そこにすごく感動しましたけど、そう秋田日本の景色はすごいうん、なんかアメリカにない景色はいっぱいありますので、例えば火山とか、うん、もうなんか周りの人にもう秋田の出身の人々はなんかそれはあんまりなんか
なんていうかそれは普通と思われているけど、でも火山は自分 の, 出身地にはないから、そういう火山を見たらすごくなんか自然はなんかネイチャーはそういうことではすごく感動しました、うん、なるほど、うん、今はですね、うん、秋田への愛はすごく伝わってますよかったです、うん、じゃあこれからも、うん、まあ、日本にもし住み続けるとしたら、まあ、秋田住み続きたいんですか？多分、うん、そうですね、秋田だと思います。秋田大好きです。すごい、もう秋田も行きますよなるほど、ありがとうございました、うん、ありがとうございました。はい、皆さん、今回の動画はここまでになります。最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。で、あやさん、面白い話、あと秋田への愛話ありがとうございました。すごく気になり始めました。ぜひみんな来てください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、バイバイ。バイバイ。